アストラハン州は、ロシア連邦を構成する州の一つ。北カフカースに位置し、南部連邦管区に属する。面積47,236平方キロメートル、人口101,300。州都は、ボルガ川川口の町アストラハンである。東にカザフスタンと接し、西にカルムイク共和国、北にボルゴグラード州と接する。カスピ海北部。 プリカスピスカや定地に位置し、海面下である。カスピ海に注ぐボルガ川の川口付近は、ボルガデルタになっている。カルムイクステップと、キルギスステップを要す。1630年にオイラート四部の一つ、トルグート部の指導者法ウルロク大使に、カルムイク人が引き入られて、ボルガ下半へ移住し、カルムイク藩国が成立。六百七十年、ステンカラー人の引いた軍勢に、 カルムイク人も参加し、アストラハンが占領され、ロシア政府に対する抵抗の拠点となった。18世紀に入ると、ピョートル一世が、アストラハンに造船所を建設。1704年には、ピョートル一世が導入した新税に反発して、反政府の放棄が発生し、当時の地方長官が処刑される事件が起こったが、軍によって鎮圧された。1717 17年11月2日に、 ロシア帝国がアストラ半圏を設置。1719年11月23日にクリミア半国や東方のタタールとの干渉地帯形成を目的とするロシア皇帝、ピョートロ大帝の命令で人口規薄なボルガ川沿岸の空白地の工作へドイツ人の移民誘致が始まり、ロシア人やウクライナ人、ドイツ系の移住者に圧迫されてカルムイク人は荒れ地に押しやられた。 1755年から1759年にかけて、真の権竜帝が、ジュンガル本体時刻を征服し、清し、ジュンガル戦争が終結。薬病の蔓延で、カルムイク人の不祖の地が、空き地になる。1771年、ボルガカルムイク人の指導者ウバシは、不祖の地である東トルキスタンの入り地方への帰還を、決定した。ところがその年は、断頭で、 ボルガ川が凍結しなかったため、ボルガ西岸にいた半数は取り残されることになった。この取り残された人々が、カルムイク共和国のカルムイク人の祖先である。この時ミスミス、カルムイク人たちを逃がしたロシア政府の偏狂守備での、無能ぶりと権威の失墜が、2年後の1773年に、ドンコサックが放棄した、プガチョフの大乱を招くきっかけとなった。1957年、 現在の領域が確定。アストラハン州はサマラ時間帯の標準時を使用している。時差はとくプラス4時間で過時間はない。ボルガデルタ・アストラハン港。ありがとうございます。